はい、おはようございます。タルエット突撃と申します。それでは E1 の、戦力ゲージですね、やっていきたいと思います。今回一応編成も見せますか。攻略サイトのコピペですね、劣化コピーです。あけぼのちゃんはシュシュ電弾、トロフちゃんは、対戦ガン済みですね。でサミュに野戦装備2種と、ソナー、タマは、シュシュ、あとズイウン買いに乗せてますね。でシュシュやって電弾で魚雷カットインですね。徳型駆逐艦あけぼの来たわよ。で何こっち見んな、このクソ程度かわいい。はい、それでは行きましょう。作戦計画外全弾作戦、6回ですかね。多分5回で削れなかったはずです。ちょっと数えてなかったんであれですけど、微妙に残ってますね。はい、それでは行きましょう。同じとこから出航して、C のマスで濃度分岐で右上に行きます。はい、今度はこっちですね。本当冗談じゃないわ。敵船発見、対戦戦闘用意。はい、では F マスは、潜水艦との対戦になります。単王陣でいいでしょうかね。ここも多分難易度によっては、警戒陣とかで抜けるような、戦いになってくるかと思います。僕は偵察船なので敵も弱いですしね、先制雷撃も撃ってきませんし、安定して倒せますね。同じ編成で組んでても足柄さんみたいな従順がいるとなんか下に行くそうです。工作船だとね。僕は艇なんで、最短ルートを行くことができます。コウとかオツはやっぱ難易度によってね、編成でも、ルートが変わるみたいなので、そこはお気をつけください。雷撃さえもらわなければ、はい、これならほぼ怪我しないですね。はい、ではいよいよボスになります。随分アグレッシブなポーズですよね。壁越しに撃ってるみたいなね、目の前にこう遮蔽物があって壁越しに撃ってるみたいな感じですかね。なんかしゃがんだがとつみたいな感じが見えますけど。かっこいい。あれですね、あの手持ちのこちら側のカンムスにはあんまりありえないポーズをしてくれるっていうのがいいですよね。母校でこんなポーズしてたらちょっとおかしいですからね。あ、中杯ならあるのかな、そういう考え方も。でも通常の立ち絵であんまりないと思うので、そういうポーズを深海側でやるのはありですよね。一応副従順選んだんですが、
偵察船だともしかすると潜水艦が混じらないんですかね。高い難易度の小屋記事見てたんで、一応副従陣でやって、対戦できる艦も積んでるんです、組んでるんですが、普通に単従陣でも良かったかもしれませんね。まあ副従陣でも十分倒せますので、念には念を入れて。やっぱちょっと削りよりは硬い感じがありますね。野戦が、3種盛り込んでるんですが、1種しか発動しない。で、フィニッシャーの後ろちゃんも大破。ギリギリですね。ナイス足柄さん。はい、では救出したみたいですね。おめでとうございます。作戦成功です。だって私足柄がいるんだもの。当然の結果よね。大勝利。もつきです。やしー、1型駆逐艦7番艦薄雲です。東京湾の造船所で生まれ、あの戦いでは北方の海で活動しました。提督、薄雲のこと覚えていてくださいね。やっぱ普通のカムスの立ち絵だとおとなしい感じになりますね。さっきのはっちゃけぶりとは全然違う。スクショ一応取っとくか。よし、機504戦団目的を完遂せり、千島列島方面に展開した我が北方第5艦隊の精鋭駆逐艦群を、機関護衛戦力とした機504戦団は無事に小樽、なんだっけ、パラムシルだっけ、なんかそんな感じでしたね。昨日ちょっと調べたら、ホロムシロ艦の兵站輸送作戦を完遂せり。はい、浄化されました。次の作戦海域の攻略が可能です。補給が見えますね。艦隊が戻ってきたって。まずはロックしましょう。ここか。北方艦隊所属駆逐艦薄雲、抜病します。頑張りましょう。薄雲がやりましょうか。私頑張ってみます。はい、では報酬艦の薄雲ちゃんが来ました。ボスマスでは割と未所持の、艦がドロップできたはずなんですが、一隻も出ませんでしたね今のとこは。一応もう次 B2 の方に進んでいって、最後全部終わったら余裕があれば掘りもしたいなと思ってます。他は攻略中に出ればって感じですね。はい、それでは次 E2 で会いましょう。ここまでご視聴ありがとうございました。タレート突撃でした。もしよろしければチャンネル登録、高評価、Twitter のフォローとよろしくお願いします。
はい、それではお疲れ様です。バイバイ。